76の南にて、以前のアパラチアと違うことは明らかでしたが、予想以上です。変異した動物、暴走したロボット、まだ人は見当たりません。過酷な環境下ですが、再建を始めなければなりません。幸いボルトテックには備えがあります。クッキングステーションに保管箱、作業台の機能を兼ね揃えたキャンプです。この建設や組み立てのための携帯型プラットフォームはあなたの活動拠点になってくれます。資源を手に入れ、計画を練り、少しの力仕事でどんな場所でも生きていきます。キャンプを移動すれば、作ったものは皆保管され、新しいエリアに再度設置するように手配されます。見知らぬ土地に行った時にはこれを使って拠点を作ってください。私のキャンプを残しておいたので使ってください。そんな大事なものをなぜ残していくのか疑問に思うでしょうが、アパラチアの惨状をこの目で見て、ボルト76の皆さんのために安全な拠点を確保しようと考えました。私はキャンプなしでも大丈夫です。まだ壊滅していなければ、この道の先はフラットウッズです。そこでお会いしましょう。以上、こちらは監督官です。ボタンを押したから静かに録音中よ。ハロー、聞こえる？多分動いてるわ。こういうの苦手なのよ。私はウィリー前、
いつか生まれてくる未来の子供たちの教育のために戦争後の人生について話すよう頼まれたの。いい考えだと思うわ。リタイアした後はただテレビを見て孫たちを楽しませるだけだと思っていたけど、現実はそうはならなかったわ。孫たちもボルトに逃げて助かったと分かって安心しているわ。夢でその光景を見た時、祈りが届いたんだと分かったわ。夫の皆さん、こんにちは。再びこれまでの真実や常識を捨て去る時がやってきました。想像してください。奇妙で不気味で時に恐ろしい世界があなたのそばにあるとき、そこには神話や伝説、あらゆる噂がまだ息づいている。さあ、いいですか。恐怖のテイルズフロムウェストバージニアヒルズの時間です。今夜のエピソード、そこにいるのは誰、フラットウッズの奇妙な出会いは、シュガーボムの提供でお送りいたします。シュガーボムは爆発的な美味しさの朝食用シリアル。1日に必要な糖分を 100% 摂取することができます。元気で快適な一日の始まりはシュガーボムから。物語の始まりはとある夜、ボーイスカウトの少年フレッド・フィッシャーがいるのは一面の闇の中。どうやら何かが起き、彼は転落してしまったようです。消防士、警官、緊急医療の専門家などで構成されていたようです。彼らは水や食べ物の扱い方や生き延びる術を伝える自動システムさえ持っていたようです。ボルトでの訓練を生かし生き延びるのです。レスポンダーのテストも受けてみてください。残念ですが状況は想像以上によくありません。ですがミサイルサイロの場所とそこを安全に確保する方法を知っている者がいるはずです。現状ではレスポンダーが最大の手がかりです。用が済んだら私は移動します。先行して発見したものは全てあなたと共有するつもりです。ログを探してください。以上、こちらは監督官です。クロエはペットなの。いえ、どっちが飼い主なのかはわからないけど。あなたは訓練をしに来たの？その通り。彼らは無線信号を設定して、ここの人たちにサバイバルスキルを学ぶよう呼びかけたの。残念ながらレスポンダーはいなくなっちゃったけど、訓練システムは完全に自動化されてるから今でもいろんなことを学習できるよ。知らなかったなんて驚いたな。この辺には初めて来たのね。
ちょっと待って、ボルト76にいたってこと？何度も話を聞いたの。そこの出身だという人にも会ったし、彼らの話も本当だと思ってる。なんか面白いね。何年も地下に住んでた人が突然開いたドアから出て全く新しい世界を探検するなんて当たりだった？やっぱりそうなんだ。そうじゃないかなと思ったんだ。ボルトの生活って最高なんだろうなってずっと思ってたの。必要なものは何でも揃ってる。そんな毎日があるなんて。とにかくあなたが無事でよかったなんて私たち部外者はほとんど感じないことなの。でもあなたはもう私たちの一員だから、全て過去のことよ。いいよ。私？人に話すほどのことはないの。ペイジたちと一緒に来てファウンデーションにしばらくとどまった。いい経験だったわ。だけどゆくゆくは自分の道を進みたかったんだ。外の世界に行って自分が何者なのか知りたくて、フラットウッズに関するメッセージをラジオで聞いてレスポンダーに会ってみたいと思ってここまで来たの。自分で決めたの。ここにとどまって学べることは何でも吸収するってね。東の山の中にある入植者のコミュニティなの。いいところよ多分。そうは言ってもあそこまでの道のりはかなり危険なのよ。私も山を抜けるのに苦労した。私なら対策ができるまで森に沿っていくかな。危ない目に遭いたくないし。ペイジは最もリーダーに近い人よ。そんなに親密ってわけじゃなかったけど、いつも礼儀正しかったわ。正直で信頼できて人のことを気にかけてる。オッケー。何？どこかの住宅で見たわ。サイズもぴったり。すっごい快適だし頑丈にできてるの。感傷的な意味合いがなかったって言ったら嘘だけど、最初に聞いた時からレスポンダーのことは尊敬してる。彼らの理念は何があっても人助けをすること。それはすごく重要だった。うん、いいわ。この辺にはいくつか面白い場所があるのよ。農業研究センターはフェラルグールと殺人ロボットの巣窟になってるけど、良質なスクラップは見つかるかもね。東にあるニューリバー渓谷リゾートも似た感じ。多分ロボットはいないけど。問題ないよ。クロエは私を守ってくれてる。最高のボディーガードなの。